こんにちは。今回はベランダでこのコストコ食材を使ってオリジナルサンドイッチを作りたいと思います。ということで今回ね買ってきたものなんですけど、まず一つ目がこちら、サンドイッチ用のパンです。トルタンサンドイッチロールっていうことで、結構ねたっぷり入ってます。後で開けてみるんですけど結構な大きさありますよね。こちらお値段が498円でした。でサンドするパンはこれで、中に挟むものはまずねこちらチーズです。これ見るとこんな感じになっていて、ナチュラルチーズのラクレット皮なしスライスチーズですね。これもねちょっと上から乗せてとんろりこんな感じでしたいなって思います。あとはコストコならではですよね、ドーンと大きいパストラミロースです。これブラックペッパーがかかっててめちゃくちゃ美味しそうなのでこれも買ってきました。あとはこちらはね一度食べたことあるんですけれども、オニオンガーリックチキンです。これもうコストコで売られているデリ商品で、よいしょ、開けてみるとじゃーん、こんな感じで鶏肉とガーリックキノコがオイル漬けになってるやつなんですけど、焼けば食べれるっていうねものでめちゃくちゃ美味しいんですよ。ということでこちらを焼いてパンにサンドしたいと思います。暑いぜ。暑いね。風があるからまだいいのかな。風があるってか、風あるからっていうか風ありすぎだよこんなの。強風や。ただの強風や。はい、ということで今回はですね、最初お話ししたんですけれども、はい、コストコの食材でこだわりの高級オリジナルサンドイッチいきたいと思います。それではスタート。スタート行こうぜ。行こうぜということで、じゃあパンはまずチーズなんかすげえすげえな。すごいねこれ。でもこれコストコって言うと伊藤ハムだけど。そう伊藤ハム。まあいいか。コストコで買ってきたっていうことで。はい、いいということで、じゃあこれまず焼きましょうか。これがうまそうだなめちゃめちゃ。これ美味しそうだよね。このハム。やばいよね。じゃあこれまず先に焼いてください。なんだろう。うん。なんか焼こう。食べようよ。これ食べます。これもこれ。これさ。これめっちゃうまいやつ。コストコで売ってるポテトチップス、うん、大好きなやつ。そう。これ食いながらやろうよ。やろう。はい。すごい強風、やばい。普通にやばし。いただきます。うまっ。やばいマスターだこれ。パークランドね。うん。パークランド。パークランド。コストコのオリジナル商品のデリですね。うん、はい。これめちゃくちゃ美味しいやつですね。うまっ。とりあえず味見よう。うん。ね。うん。いいじゃん。食感がしっかりしてブラックペッパーついてて。うん。どう？美味しい美味しい。うまい。それだけよく切れんで。なん切れんなよく。いいっすね。じゃあ、コーラナイフ。食べやすいぐらいでいい。うん。逆だよ。やりたほうが絶対うめえよ。なんでうちはいつもそうやってさ、ベランダとかやろうかなって思うとさ、いつも風強いの？もう諦めるしかねえよ、まだ。自然にはかなわない。台風見てだよ、台風。マジでこれやばい、うまいこれやばい、いい感じのオイルパンつけてくれて、何のまたこのオイルパン、うん、しかしこのハム やばいうまいな。おいしいね。それこそ高生パンさんでもいいね。うん、ね、あれ業務スーパー、それこそ業務スーパーの、あー、ソーセージ、なんか話してくれないんだ。あ、やば、あ、いきまーす。行こうか、行くで。
バナ。ダイソーで買ってきたね、これ500円のやつ。ダイソーでバナ売ってたんだよね。売ってた。これ買ってきました。押し込むとカチッって音がするんで、ここで点火装置がついてるんですよね。出して押し込んだ。お、結構軽くあるよ。強いね。あるある。燃える。いっぱいいる。どうすか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 。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいですね。来ましたよ。おー、いいね。うわ、匂いも最高。はい、パン、これ切れ目入ってるんだけど、もう少し切っちゃった方がいい。あ、切れ目じゃねえか、これ。あ、ここはちょっとついてるんだけど、これそのまま、あ、開くんだ、こんな感じです。よし、じゃあ野菜ちょっと手でいっちゃいましょう。はい、これで野菜、よいしょ。野菜ね、野菜、野菜いったね。うわ、めっちゃめちゃうまそう。こうでしょ。最高じゃん。ここだよ。はい、もう一個の方はチキンをね、挟むんだよね。チキン、チキン、菜箸でこれと、はい、たっぷりつけてますね。これもオイルをたっぷりつけて、オイルたっぷりつけてのせる。こんな感じです。で、これをサッと出来上がり。はい、切ってみるとこんな感じです。めっちゃ美味しそう。こっちハムで、こっちがチキン。それではいただきます。いただきます。美味しそう。美味しそう。うまそうだ。このハムチャンドチーズ食べてるよ。はい、これはこだわりの。あ、うまい。おいしい。うん、ハムチーズ。うん、チーズが。これケチャップあってもいいな。あ、ケチャップいる。ケチャップマヨネーズ。マヨネーズか。ケチャップ、マヨネーズ。マヨネーズやろか。ラクトチーズっておいしいよね。うん、最高よね。お好みでマヨネーズとかだな、これな。ママもこれいただこう。あ、マヨネーズやるとちょうどいい。本当？うん、うん、おいしい、おいしい。チーズの香りめっちゃいいじゃん。うん、塩気あってめっちゃ美味しい。うん、うまいわこれ。これハムがうめえ。ハム美味しい。チーズもうまい。うん、ハムも美味しいし、チーズも美味しいし、うん、最高だわ。こだわりって感じ。うまい。まあ、うまい。美味しい。いいね。うん、もう前はこれ何でちょっとね。前です、前です。マヨを少し。これがグー。いただきます。うーん、いただきます。パンあるでしょ。パンをね、パンをここにオイルつけるんですよ。このオイルね、これちょっと熱そうだな、大丈夫かな。うん、これがめちゃめちゃダブルメリガチ。最高にうまいです、これ。このオイルつけてくる。パンも美味しくない？うん、うまい。ね、食べやすいよね。うん、サンドイッチ用としてはすごいいいと思う。うん、チーズがうますぎる。うん、美味しい。パンもしっかりした感じだな。うん、食感が。うん、うん、だけど美味しくない？うん、やっぱマヨネーズ好きだからかな。マヨネーズがすげえよく合うんだよ。うん、よく合うね。うん、マヨネーズするとめっちゃ美味しい。うん、美味しい。なんか爆風でし、爆風っていうか爆音でしかねえんだけどこれ。熱いからと思ってね。うん、タープしたんだけど。ダメよ。ゆかりんハムいただきます。チーズとハム。俺もハムだよ。うん、うん、このラクレットチーズがめちゃくちゃ美味しい。めっちゃ香りいいな。うん、これオイルつけて食べると美味しいんだよ。うん、うまい。
うまい、おいしい、うまいよな。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。コストコ食材のサンドイッチ最高でございました。ピピラピピラピ。それではボーイ。